彼女の友達で連絡先知ってる子いないの？そういや、会ったことないな。先生ってミステリー作家なのになんか鈍いよね。いなくなった人ってどうやって探すんですか？突然辞めたいと申されまして、それから連絡もないんですよ。何かトラブルでもあったんですか？何も聞いてなかったんですか？大変なんですね。もしもし。でも危害を加えるって言ってんだから。警察行っときます。彼女が偽物なんじゃないの？俺世の中分かんねえわ。別に関心がないわけじゃないよ。じゃあ彼女について知ってることって何ですか？好きな食べ物とか。何が好きなの？いや、パン。広すぎない？